ヒゲナガドロガメは、爬虫高カメ目、ドロガメかドロガメ属に分類されるカメ。別名ソノラドロガメ。アメリカ合衆国、メキシコ模式標本の産地は、トゥーソン。種商名ソノリエンセは、ソノラのソノラ産のノ,ノイで、模式産地がソノラ砂漠内にあることに由来する。最大高長17.5センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも、 高長1 5 5トル程度。廃坑は、やや細長く、上から見ると卵型。第2から4、C パ板は平坦だが、浅く凹む個体もいる。第10円パ板が、最も高い位置にある。廃坑の色彩は、オリーブ色や暗ス色で、パ板の継ぎ目周辺は暗色。液化パ板と、素形パ板が接する。復興は大型。復興の色彩は、 黄色や高褐色、褐色で、シーム周辺は暗色。甲板ごとに暗色の反転や暗色の色素沈着が入る個体もいる。頭部は泥亀め属内では中型で、やや扁平。粉炭は突出し、上顎の先端は針状。喉に6から8本の長い髭状の突起があり、和名の由来になっている。頭部や頸部、尾の色彩は灰色や、 オリーブ色で、頸部や獅子、オアより暗色になる個体もいる。喉の色彩は、クリーム色。目後部と上顎の後部に、明色の筋模様が入るが消失する個体もいる。明色の筋模様の周囲には、暗色の反転が入る。指跡の間には、水かきが、やや発達する。卵は、長径2.7から3.5センチメートル、短径一1.4から1.9センチメートル。 弱霊個体では C 寒旦とあばら寒旦にあまり発達しない筋状の盛り上がりがあるが成長に伴い不明瞭になり老齢個体では消失することもある。以下のアッシュの分類は TTWG、安川に従う。形態はアイバーソンに従う。標高200から2000メートルの低湿が泥で年間を通してある程度の水深のある水場、具体的には河川や採流、 地上、泉、湿原、大きな水たまりため池などに生息する。水性傾向が強く、水場から離れたり一時的にできた水場に生息することは少ないが、一部の個体は炭酸性や低質が岩や砂で水深の安定しない祭流のような特殊な環境にも生息する。中高生だが、下器の高温時は夜行性傾向が強くなる。低地では終年活動するが、 山間部に生息する個体群は陶器になると水中の泥虫や物影、川岸に開いた穴の中などで冬眠する。水場の水位が低くなると水の多い場所へ移動し数キロメートルにわたって陸上を移動することもある。植生は動物食傾向の強い雑食で、広羽目、甲虫目、冬目、草カ目、カゲロウ目、半種目など幼虫も含めた。 水生昆虫、水面に落ちた、陸生昆虫、甲殻類、貝類、魚類、両生類の妖精、動物の死骸、水生植物や、藻類などを食べる。主に水中で採食を行い、水底を徘徊しながら、泥中で動いた獲物を素早く捕食する。繁殖様式は乱生。主に3から5月、水温19摂氏21度以上で交尾を行う。 5から9月に1回に1から11個の卵を1から4回に分けて産む。卵の発生初期の段階で肺が一度休眠し、ある程度の低温にならないと休眠が解除されない。肺の休眠は15摂氏21.5度で90日経過したことで解除された例がある。肺の休眠期間も含め孵化するまでに約1年かかることが多く、野生では7から8月の雨期に一斉に孵化する。 野生では、オスは生後5から6年、メスは生後8から9年に達すると生成熟するが、低温の環境ではより長期で、大型化しないと生成熟しないなど環境によって生成熟する年齢や大きさには変異がある。河川回収や灌え事業などによる生息地の破壊などが原因で生息数は減少している。 アメリカ合衆国では州によって保護の対象とされ、メキシコでは国内に分布する亀の商業用の採集や輸出が法律により厳しく制限されている。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。流通量は少なく、主に元味が流通する。飼育下では配合資料にも得づく。ありがとうございます。